ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DAL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。なかなかね、育ってますよ。レベル80、90、90、90、99で、もう結構他のも育ててて、まあ僧侶が99になってたりとかね、盗賊が99になってたりとか、いろいろやってますが、メタルキングが出てくる地図が一つあって、どれだったかな、道具、宝の地図。ワナナクソラの地図、これだ。これ、うん。ん？何？この宝の地図 100%、英雄のブーツ 2%、あー、ボスが落としてくれるあれなのかな？うん。ここで、がっつり育ててます。ただ、ここは、最終下、一番下から3階までメタルキング出るんですが、メタルキングオンリーじゃないんで、まあなかなか効率が悪いんで、メタルキングオンリーがあるらしいんで、それを今探してるところなんですね。で、今回は多分これは多分違うと思いますが、とりあえずこれを攻略してみたいなと思います。ではね、ナザム地方周辺にあるみたいなんで、どうやら、竜の翼地方にあるらしいんで、ちょっと途中、あれさせてもらいますね。ちょっと降りさせてもらいます。光の死があるんだったら回収していきたい。相変わらず足りてないんで、ないですね。ないですね。はい。さようなら。多分時間制なんだろうな。光の石がね、圧倒的に足りてなくてね。竜の翼地方のね、多分ここだよね。パッと見ね、この辺、とりあえずこの辺なんだけど、ここが雷槌の玉だったっけ？多分ここか、あるいはもう一個上のとこですね。雷槌の玉あるかないな。じゃあいいや。皆さん前回、前々回とコメントありがとうございました。お宝探しで洞窟じゃなくて階段の位置が発見できるっていうのがね、ものすごい革新的だった自分としては。あれはとても助かりました。さあ、多分この辺なんじゃないかな。雲の糸が多分ここにあるんだよね。多分ね、ここですね。というか、もろここだと思いますけど。あ、ここだな。うん。多分ここだわ。いやいやいや、アンクルホン。危ねえ。ああ！戦闘になっちまった。でも逃げれると思うんだけどね。アンクルホンまだ戦った。うわ。いいから、そういうの。見とれちゃった。じゃあ、アンクルホンまだね、倒してないかもしれないんで、ちょっと倒しておきます。アンクルホーンさ、5だったかな、いや、6だったか、いや、5だな、多分。最初出てきた時、超強かったんですよね。今となってはもう、こんな風に、雑魚キャラ扱いでさ、なんだっけ、これより上級の水色のやつとかがいるけどさ、ほんと最初出た時のアンクルホーンは強かったからな。あ、多分戦ったことある。BGM がなかなか、いいですね。洞窟探検してるって感じするわ。お宝探ししたけど出てこないですね、階段が。あった。結構敵かわすのもね、シビアなんですよね。あ、これ戦ったことないかも。ちょっと、倒してみましょう。パネまとめてドンするか、そしたら、イオグランデ、イオグランデ、防御で。みんなマダンって覚えてんのかな？いや、トラジャだけ覚えてないんだ。で、ミリアも今魔法戦士になってるけど、賢者に戻せば、うん、レベル80近くあるんで、マダンって覚えてる。で、3連発マダンってしても多分ね、そんなに効かないと思うんですよね。だから、しないけど。まあ、なんて出てきた時は強かったからなぁ。ドラクエもどんどん進化してますからね、技が。イオグランデってなんだって思ったよ、最初。知らなかったもん、こんな技。ありがたいですよね。技が豊富になればなるほど戦略性が増すから。あ、これは当たらざるを得ないか。反応しろ。オーケーだ。消えた。おっつ！あと、この中に地味にね、花の蜜とかが落ちてたりするから、あ、これ当たる。これ無理。よいしょ！いい反応を見せた。
花、あ、そうそう、こういう宝箱ね。まあ、ミミックの可能性もあるんだけど。闘魂エキス、花の蜜とかね、ヘパイトスの火種とかね、結構、あ、ありがてえみたいなやつが入ってたりするんでね。できれば光の石がね、入ってりゃ嬉しいんですがね、光の石だけは本当にゲットできないんだ。最初動画で行ったとこと、あとグビアナ砂漠にしかないんで、で、個数も多分少ないんですよ。2、3個なんですよ、取れても。だからね、なかなか集まんなくてね。それがあると星のかけらが作れて、星のかけらがあると星降る腕輪とか作れて、みたいな感じで。あとはなんだ、相馬石だっけな、あと、なんだ、天使の羽とかと混ぜてって、オーブンフィンガー？そう、なんか、いろいろと作れるんですよね。オープンフィンガー装備できない。武闘家のみ作れるのか。じゃあ、いやこれはかわせない。さすがに無理。トロールキング。多分逃げれるんじゃないかな。オッケー。やっぱり平均レベルが高いと逃げれるんですね。オッケー。見えた。おっとメタルキングがな、オンリーで出てきてくれるのが本当に早く欲しい。そしたらレベリングもっと簡単にできるからね。毒毒ヘドロ、いらないですね、これは。これはもうほとんど使わない。何か作るのに使ったかな、でも毒毒ヘドロは。万能薬かなんかの素材だったかもしれない。これ戦ったことないか。ホワイトキングの色違い。あ、ホワイトキングなら戦ったことあるかも。賢者だから、攻撃力弱え。その代わり若干早い？みんなより。ホワイトキング戦ったことあったね。戦ったことないモンスターと戦って、戦歴だったかな。錬金回数250回以上。討伐モンスターリスト率、リストコンプ率を上げようとはしてるんですけどね。まあ、なかなか上がらないと。なかなか上がらないと。おっと。フロストギズマは倒してる。ここら辺の敵はもう倒してるな。当たらない。あ、当たった。目測違えた。まあ、逃げれるからいいんだけどね。どうやって回り込んだかを見せてくれ。証明してくれ。今目の前で。絶対回り込まれてないだろう。てか、もし回り込まれたんだとしたら、主人公たちの逃げ方が悪い。みんな同じ方向に逃げずに一旦チリジンになりましょう。その後、ルーラー使いまくって、鬼滅場とか使って合流すればよかですよ。勘弁してください。階段がありません。俺、お宝探ししたよね。あった。あー、危ね、ヘルクラウド。これは倒します。裏でやった時で倒してる。うわー、当たってしまった。地図見ながらね、マップ移動してるとどうしてもね、触れちゃうんだよね。よし。7フロアもう来たか、早いな。お、近い。うまいね。あんまり宝箱は自分あれしてませんね。回収しようとは思ってません。あれば取るみたいな感じで。これ、ここでやっぱり集めるよりは、外。あ、そうだ。外で集めた方がいいと思ってる素材は。ただ、メタルキングが出てくるとこでこれをゲットした英雄の槍。まさかの英雄の槍が入ってて。何使ってたかな？ディバインなんちゃらってやつだったかな？使ってて、そうそう、それは、さようならになりましたね。防具が入ってるパターン、武器防具が入ってるパターンもあると思うんで、今回みたいに。見てもいいかもしれないけど、ただまあ確率もね、あれだし、実際入ってるかどうかもわかんないし、多分中身変わるんで、この青なんで。青宝箱なんで、あんまり、うん。過信はしてない。だからやっぱりあれば取るくらいの気持ちでやってます。上じゃないな。下だな、多分。あった。
トロールキングより上位のダークトロルってやつが攻撃力は異常に高かった。あー、これ左曲がんないとダメなやつか。うわー、ホーミングタイプだー。よいしょ。アイテム取ろうとしたら触れてしまった。鉄鋼マジック。ミミックだったらマジで泣く。よかった。あー、やっと神よ、神か。星のかけら入ってた。これはうまい。つまり光の石を1個、1個、2個、3個。消費せずに済んだってことになるよね。おかしな薬。これを使っ、が確か万能薬になるんだったかな。武神のブーツ。武神か、武闘家のみつけれるか、場合によっちゃパラディンつけれそうな気するけど、どうでしょう。武神の、武神、これだ。あー、やっぱ武闘家のみか。武闘家つけれるならなんかパラディンつけれてもいいような気するけどな。まあそこは突っ込まないでおくか。突っ込まないでおきましょう。ヘビーメタル。あった。レッドペッカー。これ戦ってないかもしれないんで、一応戦っておく。赤い雷だって。どっかの神話の魔物なのかな？赤い雷。ナイトリッチは多分戦ったと思うんだ。10回。まだまだ、なんか不思議のダンジョンやってる感じになってきたな。あのシールド強そうだなぁ。お、おおおお、なんだこれ。ヘルヴィーナス。強そう。うわ、強っ、防御力。硬いぞ。だいたい100くらいいくんで、超硬い。うわ、強っ。あ、なんか探検持ってるよ、でも。かっこいい。ちょっと荒くてよく見えないけど、かっこいい感じですね。ククールの女バージョン、悪魔バージョン、女悪魔バージョンみたいな感じですね。さて、では戦闘と参りましょう。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。